これが最後。大丈夫。もうこの人の中に特殊なチャクラは流れていない。昨晩、首謀者の身柄が送検されてきたんだよね。うん。サスケ君も一緒に？そう思ってたんだけど。木の葉の忍びが湯の国まで引き取りに行ったんだって。身柄を拘束した本人は戻ってこず。俺は、まあ落ち着いて。実は霧隠れの水影が君たちを引き取りたいそうなんだよ。挨拶は抜きよ。霧隠れのために尽力してほしい。だけどそれは全ての忍びが大なり小なり抱えているものでもある。それと一つ伝えておかなきゃならないことがあってね。今頃あいつが共犯者に過ぎないよ。俺は全ての挑戦を受ける。そして全ての忍びを解放する。サスケを舐めるなってばよ。お前がサスケの？ん？友達の渦巻きナルトだってばよ。まさかまさか。雲隠れに引き取ってもらう。雲隠れ？いかにも。同時にここで違法な賭博に手を染めていたお前たちの身柄も拘束する。来てやったぞ小僧。感謝する。感謝なら六代目にすることだ。昔ナルトがお前のために両手をついて熱弁したことがあった。お前を始末しなくてよかった。己を知り、人を知り、二度と道をたがえるな。お前が今自由にこの世界を歩いている意味を感じろ。サスケは里にいねえのに、里のことを守ってんだもんな。そうね。今回みたいに、ちゃんとできるサスケみたいなやつが、しっかり対応していけばいいんだよな。計画通りになったのかしら。おかげさまで。小さないざこざが積もり重なり憎しみあって、最後はどうし打ちだ。だから一族を皆殺しにした。それでも娘は案外可愛いもんだ。さくらちゃんなんか嬉しそうだってばよ。ただん、その隣に自分が並べていないことが。うわっ！今言ったこと忘れなさい！カカシからか。汚い。ナルトの字だな。お前ってば、里にいねえのに、ちゃんと里のことを守ってる。まるで刑務部隊みてえだな。久しぶりに、帰るか。大きくなったら俺も刑務部隊に入るからさ。スカラ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 